風に歌い出すもんだから、世間の人はびっくり。だからミュージカルってついてけないわとか言って、見たこともないのに嫌いな人たちがたくさんいる。それでもいいんです、鳥肌立ってもいいんです。眠ってるあなたの才能を揺り起こすためには、フォルテシモで歌うのが一番。ミュージカル話題盛況、楽屋口でサイン攻め、映画化の話もあるの。世界があなたの虜、グラミーの6部門、エドサリバン賞に出て。